い,い後ろだ、えー、相変わらずの思いつき企画っちゅうことだねええー、ナムセンイベントで、えー、おすすめの M16 ね M16 にちょっと絞ってお話ししてもいいのかなと思うまあ要はうーんまあこの間 えー、身近なね、えー、人で身近な人というか、えー、よくさばけで会う人でね、まあ、これからナムセンしようかなみたいな人とちょっとお話しした時にやっぱりえこの16はいいのこれ,これがいいのこの格好で持つならこれでいいのみたいな話にちょっとなったんで、えー、まあねアホほり前にもね ちょっとなんかそんなような話もしてましたけどもうちょっとこう具体的なねここのメーカーのこのモデルがいいんじゃないかとかここのモデルのこれに関してはちょっとここが問題あるかなとかそういう話をした方がいいかなと思いますねえー、まずねちょっと絞って話そうと思うとね まず M16 ね。M16 についてこ、まあ前から何回か話してるしまあまああれですけど、えー、っとね、ベトナム戦争全般ね、全般というか、うん、ベトナム戦争の一般歩兵、陸軍の一般歩兵、もしくは海兵隊。 が持ってる、一般歩兵が持ってる M16 っていうのは簡単に言うとない <laughs> 実際持ってるのは XM16E1 か M16A1 なんですよね M16 っていうのは何かっていうとエアホースで採用したやつが M16 なんですよねこれ合ってる合って合ってますよね そうするとじゃあ M16 ってどんな銃だのってことになってくるとね今ちょっと僕見本がないんですけどねっこれは DNA の XM16E1 ですけどおっやばいサビが出とる <laughs> 黒染めしたとこがサビとるオリジナルのパーツじゃないので仕方ないね このボルトフォワードアシストがないやつを M16 として採用したんですね。だからこの XM16E1 よりもまあ前のモデルをエアホースが採用したんですよね。で陸軍がまあそれを見て採用するのにあたって、この要はこのチャージングハンドルをね、こうやって引いて、 こうやってスプリングの力で戻すっていうのをこうどうも陸軍は納得しなくてこうまいこと前へ行かへんかった時どうすんやとこれでんぼこうやっても前に押し込めへんぞということで難色指名者なんですよね採用するのにそれでなんとかこのボルトフォワードアシストっていうのをつけてやっとここにも錆が出たこなやばいやばいちょっとメンテしないとダメですねえー、っとなので こうそういう経緯があるんでね陸軍や海兵隊ではこのボルトフォワードアシストついてないやつっていうのを採用してないんですよねなので例えばまあ電動ガンでね今買えるまあもちろん丸いもあるっちゃあるんですけどおすすめとしては僕の中のおすすめはね G&P, Seaman. で、これはまあ順番ですよ。えー、その次にクラシックアーミーあとはもう E&C とか、ゴールデンイーグルやったっけになってくるとだいぶ怪しいんですよね。もうどんなモデルがあったかもちょっとよくわかんないぐらいですこ、こね。で、その中でも G&P、G&P が一番おすすめ、 な理由としてはねまあフレームの形状とこの前回りはリアルだと思います。だからほとんどの僕持ってる電動ガンは何やったらウエスタンアームズのねに組んであるやつもそうですけど前回りはほとんどこの G&P で組んでるんで G&P がおすすめなんですけども、えー G&P のこのフルサイズの M16 シリーズね。M16、商品名どうなってたかな。M16 ベトナムになってんのが VN になってたかな。と、M16A1 なんですよね。えー、だから、<laughs> その、ベトナムってやつになると、こう、チューリップハイダーやったり、えー、ゴム、ゴムパッドのね、やったりとか、 はいいんですけどボルトフォワードアシストまでないっていうのでうん微妙ってことになっちゃいますじゃあ A1G いいじゃないかと思うんですけど A1 の再現度としてはねいいんですけどかなり完成度高いんですけど G&B のねところがフレームの刻印は戦後モデル ストックも71年以降のものをモデルアップしてるってことで微妙です。ええー、その次におすすめシーマ。シーマの M16A1 も国品もストックも戦後モデルです。まあ今回 X177 とかね、その辺はちょっと後回しにします。次回します。 えー、シーマの XM16E1 は加藤スイベルになってるのはいいんですけどストックが長い、まあ、フロントサイトあたりの作りとか、うんあってもまあまあそこはまあまあいいとしてもロアフレームの形状が M4 ねでクラシックアーミーンになるとストック えー、クラシックアーミーのやつは A1 ベトナムっていう名前で出,て出してたかな、えー、チューリップハイダーはまあともかくとしても、えー、ストックが長いフロントサイトを受けてる部分のねこの部分のバレルが太いフロントサイトも M4 のままっていうねその辺がちょっと辛いとこですまあここからさらに説明していく他のメーカーを説明していくとどんどん えー、クオリティが下がっていくんでこれどういうことかっていうとねもうそのまんま持ち込んで問題ないのは正直言って DNA のこいつしかないんですよ DNA の M16A1 もストックは戦後モデルを再現してる戦後じゃないですけどね71年以降のものを再現してるんで微妙,微妙ですここまで ご説明しててあるもあかんこれもあかん的なねこと僕言っちゃってますけどそんなことを言うてると誰も参加できません <laughs> なのでもうみんな妥協としか言いようがないですもうこうなってくるとえー、どうやったらいんかなまあ DNA の XM16、まあ、シリーズね 値段が高いです正直言って普通の電動ガン買うと思ったらまあ3倍ぐらいは出さなあかんイメージなんでこうマニアなんだからその値段出しなさいよっていうことじゃなくて現実的にその値段のエアガンを出して果たしてどうなのっていうのは正直言ってありますだから僕も A1 や XM177 が発売された時は買わなかったです。ただ もう XM16E1 買ってるってなった時はもうさすがにこれはやっぱ買うしかないやろとね思ってまあまんまとねアホカリでもストレスなく使えましたし作動性もいいし言うことないんですけどだからこれみんな買いなさいよなんてね言えないです <laughs> 一部のマニアの人が喜んでニヤニヤしときゃいいってもんやと僕は思ってますどっちかっていうとね なので、普通に考えたらね、やっぱり電動ガンです。あウェイテック忘れてたな。ウェイテックもね、まあショップオリジナルっていうかね、で、刻こ印こ入ってるやつはいいんですけど、基本は刻こ印こ入ってないです。ストック長いです。加藤水ベルじゃないです。で、えー、っと、バレル周りはどうなってたっけな。ああ 見えてるとこはちゃんと細いんですけどハンドガードの中は A2 準拠でなんだかブルバレルですまあ結局ね他のメーカーと指して変わんないですただガスブローバックとしてはそれこそ5万5万以下では買えるかな DNA 買うこと思ったらやっぱりね3分の1な,ないしは下手したら4分の1ぐらいで買えるイメージなんで まあ再現度はねまあ目をつぶるもしくは後で手こ入れして <laughs> 納得のいく状態に持っていくまあこれはだからどのメーカーのやつ買ってもそうなるんですよねだから例えば G&P 買っても A1 やとまあ刻印が違うストックが違うなあストックはだからベトナムのストックを用意して でもカトスイベルじゃないしカトスイベル誰か作ってる人のやつを買って組む刻印は打ち直しに出すそこまですればまあまあちゃんとした A1 になるそうお金かかりますよね普通に考えて全部自分で、ね、できる人はいい,い,いですし僕なんか結構昔のエアガンのパーツなんかあってストックをねなんとかコンバートして使い回ししたりとかしてるんでそんな人はまあまあ いいですけど今今ね僕もね仲間内にそんなストックを調達できひんかなとか思うとまあないんですよねスイベルのパーツは作ってくれてる人がいるんですけどね <laughs> 肝心なベースのストックがね乏しいんですよねまあ誰かが持ってるから譲ってもらうとか ね、今ちょっと捜索中なんでなかなか回してもらえないなんでそんなんはいいんですけど買えない売ってない部品がは、まあ、問題ですよねまあ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 、まあ、さがその中でねまあまあもっと安易なね作戦でいうと本物のパーツつけちゃうとかねそういうこともあります、うん でもまあ、まあんままり推奨ははでできないいすよねねそういうことは、ねまああの僕や,やっちゃってるやつありますけど <laughs> すんませんいう感じでまあただここはねやっぱりね妥協していくしかないんですよ。ではまあ一般的に考えればそういうナム無線イベントに持っていくエアガンでおすすめなのは G&P の電動シーマの電動ウェイテックのガスブロ。 クラシックアミーの16までかな。であこがあかんここがあかんありますけど別にそれをとよかく言う人はいません。でまあ細かいやつは見て例えば「あシーマの16持ってる」みたいな思うとああまああいつはあのレベルなんだなって勝手に思われるかもしれないですけどそれを口に出すやつはいません。<laughs> ね。なので 別によ俺は別にこれでええしな俺のレベルやとこれぐらいやしねって思う人はあの全然 OK だと思います全然推奨してねえなこれえー、っともうちょっとええ着地点を探さないとこれあの話を終わらせられないですよねまあ再現度に問題があるのはしょうがないしまあ今後のテーマっていうふうに考えてもいいんじゃないかなと僕は思います 出なないいいと折り合いつかないで,す、ね、でまあ一応ね,一応ね僕もねちっちゃいイベントをしたりもしますから、まあ、今度「おしナム第2回も予定してるんでその時に、えー、ねシーマンの16を持っていててあフレームの形いけてないなとかそれストック長いなとか。 <laughs> まあ、仲のいいね、仲間内同士やと言っちゃうかもしれないですけど、知らない人にそんな、ね、来てくれてる人にそんなこと言うわけないです。<laughs> 言うわけないし、えね、あの、それでいけるいけへんはやっぱりね、人それぞれこだわりのレベルいうのもあると思うし <laughs>、いや、今回ただイベントに参加したいから急遽用意したのに、そんな細かいこと言うなよっていう人も、もちろんいると思います。 ね、だそれは人それぞれのこう参加レベル、ね、マニア度合いのね具合っていうのもあると思うんで、えー、それをね他人にとやかく言われる筋合いはないと思います。<laughs> じゃあ何のためにこんな話してるんやとことになっちゃいますけどね。まああの G&P の M16A1 かウェーテックの16かシーマの16。シーマは。 えー、C まで言うと M16A1 よりも XM16E1 の方がまだちょっとマシか気になるところは少ないかな一応加藤スイベルにもなってるし一応ねそんなとこかなまああとはね抵抗入れしておこれここ変えてあるからリアルになったんだぜっていうねまあそこもマニアの楽しみある部分でもあるんで。 まああとそうやってねいろいろやってると何や DNA の XM16E1 変えたなとかね <laughs> そういう恐れも十分ありえるんでお,あのお金の突っ込み方にはご注意くださいって感じでねまあ個人的にね自分であのちまちまやってる分にはさしてお金かからないと思うんでそういう人はいいと思いますけどねっ。 だだけけこんだけ話になったら次回予告は177かな177の進すすめって感じでええかなまあ似たような話になると思います <laughs> <laughs> ぜひ参加してください, <laughs> い、ね、イベントにねあの別にうちのイベントじゃなくてもね ナムセンイベントにはぜひぜひぜひおご参加くださいね。気に,気になさらずに言って言ったら変ですけど、あの、個人個人のレベルでできる範囲で参加してもらえればいいと思います。ではでは。